オルサ給水雷艇とは、1930年代以末に、イタリア王国海軍が建造した水雷艇である。最初に収益した艇の名前から、ペガソ給水雷艇とも呼ばれる。同時期に、イタリアで建造された、スピカ給水雷艇と比較して、先護衛をより強く意識しており、爆雷投射装置の搭載などにその考えが、如実に現れている。4隻が建造され、 うち、ペガソとプロチオーネの2隻は、第二次世界大戦において1943年9月のベニート・ムッソリーに失脚を呼び、イタリア王国降伏時に自陳するが、オルサとオリオーネの2隻は、ドイツ海軍による接収を免れ、イタリア王国海軍における運用が続けられた。大戦フリーゲートに改修後の、オルサ戦後は連合国に対する賠償艇としての引き渡しも免れ、 魚雷発射艦を撤去し、対戦、対空戦闘能力を強化するために 40mm 機関砲やヘッジホックを搭載した上で、対戦フリーゲートに類別変更され、1964年までイタリア共和国海軍で運用された。イタリア王国無条件降伏後、ナチスドイツはムッソリーニを監禁先から救出して、イタリア社会共和国を建国させ、 派遣ドイツ軍と共に連合軍との戦いを続けた。これに伴い、ドイツは、イタリア海軍から、多数の駆逐艦や水雷艇、ガッピアーの旧コルベットを接収して運用した。この中でも、駆逐艦、水雷艇に関しては、EN、トーピード部とウスラントを参照のこと。ありがとうございます。